2021年7月31日、軽井沢旅館区民の職域接種の会場、軽井沢プリンスホテルにやってきました。軽井沢プリンスホテル中野総支配人です。トップシーズンの中、軽井沢プリンスホテル長野を会場として提供していただきましたこと、本当にありがとうございます。今回の職域接種について中野総支配人の思いをお聞かせください。はい、私たちですね、軽井沢旅館組合、所属のですね、施設に多くのお客様がこういう状況ではありますが来ていただきたいという思いと、また職員もですね、そこで働くスタッフの人たちも安全に安心をして働きたい、そういうことができたらいいなというふうに思いまして、今回協力をさせていただきました。ありがとうございます。軽井沢旅館組合鈴木武雄組合長です。今回の職域接種にあたり、旅館組合だけではなく軽井沢のサービス業に関わる皆さんに広くワクチン接種のお声をおかけいただきまして誠にありがとうございます。本日で全工程が終了いたします。組合長の思いをお聞かせください。はい、6月のですね、末から始めて、今回7月の末ですけども、3500人余りをね、2回目の接種が今日で終わります。本当に8月の繁忙期を、ね、迎える前に、観光に携わる人たちを、まあ、安心安全、また、軽井沢に来る方の、ね、安心材料の一つになればいいかなと思って、接種をしたんで、まあ、本当今日で、ある程度終わるんで、これで、準備はできたなっていうところですね。ありがとうございます。はい、ワクチン接種お疲れ様でした。ありがとうございました。ご職業教えてください。バス会社に勤めております、会社員です。はい、今回で2回目のワクチン、はい、接種終了となりますが、はい、今のお気持ちをお聞かせください。正直ほっとしております。2回目で、はい、あ、よかったです。はい、思ったよりもスムーズで、係の方もすごいテキパキ案内してくれて、不安なく安心して打てました。よかったです。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃ。ワクチン接種お疲れ様でした。はい、ご職業教えてください。農協関係。はい、今回で2回目のワクチン接種終了となりますが、今のお気持ちお聞かせください。別に何もないだけど、でも安心した。あ、よかったです。はい。ありがとうございます。おはようございます。今日は草刈るバスに乗って白糸の滝に行ってきます。また後でお会いしましょう。こちら草刈る交通の山本さんです。おはようございます。これからよろしくお願いします。じゃあ軽くバスの紹介をお願いします。はい、ですね、乗る際にですね、マスクの方こちらにもご案内あるんですけれども、着用をお願い、お客様にお願いしています。それとですね、乗車の際にアルコール消毒、でバスの中の安全として、ドライバーの、周りちょっと飛沫感染防止としてビニールを貼らせていただきます。それとですね、全車路線バスに
これです。抗菌ウイルス、触媒、施工済み、みんなこのウイルスが付着した場合、死滅するという触媒加工を全社に、取り入れてますので、安全に。ご乗車いただけます。よかったです。じゃあこれからなんか楽しみです。はい。ありがとうございます。約15分で焼き上がります。ではリーザイワナいただきます。おいしい。キラリトの滝に到着。あ、マイナスイオンたっぷりですね。とっても気持ちいいです。皆さんもぜひお越しくださいね。こんにちは。今日は軽井沢マリオットホテルに来てます。マリオットにお邪魔します。どうぞ。ありがとうございます。あ、マスクが入って、はい、アルコールお願いします。こちらグリランのダイニングツリーレストランでございます。でソーシャルディスタンスポイントは、これはビュッフェですか？ランチはビュッフェ、セミビュッフェです。こちらは何ですか？はい、こちら期間限定で行っておりますグリランのダイニングツリーで行っていますランチでございます。8月中は毎日営業しておりまして、9月は土日祝日のみの営業となっております。で時間が12時から14時までご予約なしでもお越しいただけることができますので、お気軽にお越しくださいませ。お待ちしております。